ね、突然失礼します。現在就活中で、内心ではずっとフリーランスの働き方に憧れながらも、自分は多くの人と同じように会社に勤め定年まで働くのだろうと思い、何も行動してきませんでした。最近マナブさんなどのビジネス YouTube を見るようになり、いやいやと働きながら、さらに会社に以前のような安定性がない時代で、自分の人生の大半を過ごしていいのだろうかと疑問に思うようになりました。まあ、その通りですよね。で、この1年間をとりあえず就活しながらプログラミングと英語の勉強をしようと思います。マナブさんなら同じ状況の時にどのような行動を取りますか。お忙しいとは思いますが、返信いただけると幸いです。長文失礼しました。まあ、こういった相談ですね。で、僕最近はゲームばっかやってるんで、まあ、そこまで忙しくないので、まあ、全然答えていくんですけど、まあ、このメッセージを見た時に僕もすぐに YouTube 動画にしようと思ったんですね。で、なんでそういう風に思ったかっていうと、昔の僕も本当にこの思考だったんですよ。特にその共感した場所っていうのは、自分は多くの人と同じように会社に勤めて、そこで満員電車とかに揉まれたりとか、まあ、上司のなんか嫌がらせされたりとか、なんか取引先とのなんか、メールで消耗したりとか、あとなんか移動が多くて大変でなんか、クタクタになって家に帰るみたいな。まあ、僕はなんかもうちっちゃい頃から、自分は大人になったらこういう生活になるんだな、みたいな。いや、大人って本当にしんどいよな、みたいな。まあ、ずっとそういう風に思っていたんですね。で、じゃあ現在どうなったかっていうと、まあ、この状況を見ていただけたらわかると思うんですけど、まあ、僕今29歳で、まあ、アラサーなんですけど、まあ、アラサーのこの男がなんか一人でこのバナナと一緒に撮影してるっていう、まあ、謎の人生を送ってるんですけど、まあ、ただ、昔僕が思っていた、まあ、大人になったらこうなるだろうなっていう、その道には本当に行きたくなくて、それで、まあ、いろんな行動とか、まあ、いろんな挑戦とかをしていったら、まあ、今の生活をなんとか実現できたんですね。だから、まあ、この質問者さんも言ってるんですけど、自分はどうせ無理なんで、みたいな。まあ、このあたりで僕も昔すごい思っていたので、まあ、その点踏まえながら、まあ、ちょっと今回、回答していこうと思います。で、質問に関しては、この方ってのは、就活をしながら、プログラミングと英語を勉強していきたいみたいな、まあ、そんなこと書かれてるじゃないですか。で、ここに関してちょっと今回、本音で伝えていこうと思います。で、結論から言うと、まあ、今この質問書いてる方が、プログラミング英語勉強しますって言ってるじゃないですか。まあ、しようと思ってるって言ってるじゃないですか。で、これ、しないでいいと思います。僕は、多分この人がプログラミングとか英語勉強しても多分続かないと思うんですよね。で、なんで続かないかっていうと、多分それって、他人から与えられた、やるべきことみたいな、多分そんな感じだと思うんですね。で、昔の僕もそうだったんですけど、自分でやりたいことは全然見つからなくて、で、だから世の中的になんかこういうのやった方がいいみたいな。まあ、当時の僕で言うと、公認会計士がいいとか、あとは中小企業診断士がいいみたいな。まあ、今となっては僕はなんか資格なんて必要ないみたいなことを YouTube で言いまくったりしてるんですけど、当時の僕ってやっぱ不安だったんで、なんか資格勉強した方がいいかなみたいな。で、会計とか全然好きじゃないのに、まあ、なんか参考書買って、それで簿記検定みたいな、3級みたいな。で、全然勉強しなくて、3級ですら落ちたんですけど、3級で結構簡単なんですよ。でもそれで落ちたりとか、あと中小企業診断士っていう、まあ、そういうなんか資格みたいなのがあるんですかね。まあ、そういうのとかも、参考書買って、まあ、それとかもほぼ何を勉強せずにも参考書買っただけだったんですけど、まあ、そういった感じで、まあ、それが今置き換わってるだけじゃないですか。僕の時代で言うと、公認会計士とか、中小企業診断士みたいな。で、今の時代だと、プログラミングとか英語みたいな。で、もちろん、プログラミング英語勉強するのは全然よくて、僕もそれ勉強した方がいいと思うし、僕自身もプログラミングと英語ができるから、だからこそ今この生活できてるんですね。まあ、そうなんですけど、ただ、結局、世の中的にこれがいいよとか、なんかこの人がこれで稼いでるからそれやるとか、まあそういうなんか、英語を覚えとけば役に立つかもしれないなとか、そういうなんか薄いモチベーションで勉強すると、まあ多分どうせ身が入らない。実際にはやってみたらわかると思うんですけど、まあ1日2日ぐらい多分 100% 切るじゃないですか。で、まあ昔は僕も本当そうだったんですよ。公認会計士になろうかなとか、会計の勉強しようかなみたいな参考書買ってくるじゃないですか。2ページぐらい開きますよね。まあだから要するに、まあちょっと厳しい意見になっちゃうかもしれないんですけど、この質問してきた方っていうのはやっぱりその自分の意思っていうのはないと思うんですね。だから、まず自分の意思でこれをやるっていうのを決めていく、まあその、自分の自己責任でちゃんと人生の意思決定をしていくっていう、まあそこからしないといけないんじゃないかなっていう、まあ、まさに昔の僕にも同じことを伝えたいような内容なんですけど、まあ、そこをぜひ意識してほしいなっていうふうに思います。で、じゃあここまで聞いて、この質問者さんっていうのは、あ、そっかみたいな、まあ、ちょっと反省をしながら、でも、じゃあどうしたらいいのかなみたいな、多分そういうふうに悩むじゃないですか。プログラミングと英語せっかくやろうとしていたのに、なんかよくわかんないこのバナナと一緒に喋ってるやつに否定されちゃったみたいな、さらにこの人生迷宮入りですよね。でもここに関して、ちょっと僕がちょうど多分この質問してる方と同じぐらいの時期に、ある文章に出会ったんですね。で、この文章っていうのが、アメリカで会社をやっている、小賀陽吉さんっていう方がいるんですけど、その方はベンチャーの経営者ですね。で、今なんか車のアプリみたいに作ったりしてるんですけど、まあ、その方の、ブログ記事に出会ったことによって僕は本当に人生救われたんですね。で、これをちょっと今から紹介しようと思います。で、ちょっと長いんですけど、読んでいこうと思います。で、一応全文読み、すべての文章を読みたい方は概要欄に貼っておきました。で、これ、もう一回言うと、小賀陽吉さんという方ですね。で、読み上げていきます。やりたい仕事がないという検索ワードがあまりにも多かったので、今日はそれに関する超当たり前っぽい話を書いてみて、結論から言うと、僕の意見では、やりたいことなんてのは考えたってポンと湧いて出てくるものではなく、自分の行動を通じた経験からたまたま生まれるものだと思う。だから悩んでも無駄だと思うし、そもそも悩みですらないと思う。突然だけど、すごく好きな食べ物ってあるよね。例えば1時間列に並んでも食べたいものとか、でも食べたいことがないのに1時間並ぶ努力するなんて情熱、普通にないですよね。だけど、ひとたび食べて好きになってしまえば、並ぶ努力が苦でも乗り越えれてしまう。感情に関わるものって大体そういうものだと思う。そうした自分自身の直接の経験から生まれる感情、要するに、喜びとか怒りとか悲しみ、これこそが情熱をドライブするのだ。そして、その情熱こそが何かすごいことをやる上での馬力を生み出す根源だ。逆に言えば、経験を伴わない思考や他人からの情報によって、情熱は生まれないことが多い。あくまで自分の経験を通じて、ハートがズキュンと動くことが大切なんだっていう、まあ、これです。
ですね、僕はこれ読んで、あ、完全に自分だと思ったんですね。で、これ質問者さんの方も一緒だと思うんですけど、本当にもう他人から与えられたやるべきことばっかり、やろうとしてるじゃないですか。英語とかプログラミングとか。まあ、多分やりたくないですよね。全然本当は興味ないですよね。で、本当は興味ないけど、でもなんとなく良さそうだからやってるだけじゃないですか。でもそれだと情熱完全にゼロなんで、本当断言してもいいですけど、一瞬で挫折すると思います。挫折というか、もう挫折すらもいかないですね。すぐ飽きてやめるみたいな。で、さらにこの小賀陽吉さんの記事にいいことがあるので、もう一回読んでいくと、行動せずして経験することはない。経験なくして感情は動かない。感情なくして情熱は生まれない。情熱なくして継続的に何かを続けるモチベーションは生まれない。継続的に何かを続けるモチベーションなくして難しいことを実現することは難しい。重要なポイントは行動こそが全ての出発点だということだ。まあ、こういったブログ記事ですね。で、この方のブログ他にもいろいろあってめちゃくちゃいいので、まあ、本当にいろいろ読んでみるといいと思うんですけど、本当に大学生のこの僕っていうのはもう本当に自分これだなと思ったんですね。まあ、さっきから本当に言いまくっちゃって申し訳ないんですけど、多分この質問してきた方っていうのは全然行動してないと思うんですね。で、ちょっと聞いてみたいんですけど、今まで自分の意思で完全に自己責任で周りとかの意見も聞かずに自分はこれがやりたいからこれをやるっていう、そういう意思決定人生でしたことありますかね。で、昔の僕って正直大学3年生までそういう行動したことなかったんですね。で、そこからでもやっぱ人生変えることができたんですけど、当時の僕どんな感じだったかっていうと、当時法政大学で私が通っていて、で、それでまあ受験勉強するじゃないですか。で、なんで受験勉強したかっていうと、周りがやっていたから、もしくは親がなんか大学行けみたいなこと言ってきたからやるみたいな。あと、一応兄もいるんですけど、兄も一応大学行ってるんですね。だから僕たちが場所なんですけど、でもまあ兄も行ってるし、周りの友達も行くし、親もいるから、まあ、だから受験勉強するみたいな。で、受験勉強本当につまんなかったです。こんなんやって何の意味あるんだみたいな。っていうのとか、あとは周りに合わせて大学をサボるみたいな。まあ、大学って結構みんなサボったりするじゃないですか。そういうのとか、あとは周りに合わせてサークルに入る。で、サークルも本当につまんなくてすぐ辞めました。やっぱりこれも自分のモチベーションゼロというか、ただ周りに合わせてるだけなんで。あとは周りに合わせて楽な授業を選んで、あとは周りに合わせて就活をスタートするみたいな。もう全部周りなんですよね。もうそこに自分の意思が完全にゼロっていう。で、この時に僕は、まあ、ちょうど就活を目前にして、まあ、本当に自分で考えようってその時やっと思ったんですね。で、それが22歳の時かな。で、その時に、まあ、どういうふうに思ったかっていうと、まあ、このまま行くと僕は就職活動でめちゃくちゃ苦労するし、で、苦労したら絶対にいい会社になって入れないみたいな。まあ、その当時僕っていうのはホワイト企業に入ってなんとなく、まあ、年収3、400万ぐらい稼いで、で、それでなんか、まあ、最低限幸せあればいいかなみたいな、そういうふうに考えていたんですけど、それすらも実現できないって本当に思ったんですね。で、めちゃくちゃ焦って、そこから、まあ、初めて行動したんですね。で、どんな行動したかっていうと、東南アジアを一人旅してみたりとか、あとは、半年間アルバイトして、で、アルバイトしたお金っていうのは全て留学費用のために貯めました。で、それで半年間フィリピン留学する。で、フィリピンっていう行き先っていうのを自分で考えて自分で決めたっていう。で、周りからは反対されたんですね。当時2011年です。2011年フィリピン留学してる人ってほぼいなかったですからね。で、それでも自分でやっぱ決めて行動しないとダメだと思って、そこで決めて。で、その後に、帰国後っていうのは、まあ、正直、半年間とかって留学しても、英語ってそこまで伸びないですよ。まあ、最低限の英語やっぱつくんですけど、じゃあビジネス英語話せるかっていうのは全然ダメですし、じゃあ通訳の仕事できるかって言われたらそんな不可能なんですね。で、映画を字幕なしで、まあ、ギリギリ見れるというか、まあ、ギリギリって言っても、まあ、半分ちょいぐらい理解できるみたいな、まあ、それぐらいのレベルだったりするんですね。で、それで、まあ、帰国後すごい不安だったので、どうしようみたいな。だから、じゃあ自分でもっといろいろやってみるしかないと思って、国際交流パーティーを企画してみるとか。僕、見ての通りこんなネクラじゃないですか。で、ネクラなのに、本当に人生に焦ったりとか、本当になんとかしないとって思ったから、まあ、そこに自分から行動できたりとか。で、そこからちゃんとアフィリエイト始めてっていう。まあ、アフィリエイトっていうか、ブログだったりもするんですけど、まあ、そういうのやったりとか、あとはプログラミングを本気で勉強してみるとかっていう。まあ、そこでやっと全てに対して本気になったんですね。だからこの質問してくださった方にも、お伝えしたいんですけど、僕の方からもうこれを絶対やりなさいとか。例えば、まあ、そういうふうに言うのは簡単なんですよ。例えば、プログラミングやりましょう、英語やりましょうみたいな。で、その、勉強した過程っていうのをブログ発信していきましょうみたいな。これで人生うまくいきますよって、まあ、こういうふうに言うのはすごい簡単なんですけど、まあ、ただやっぱりそこに情熱がないとどうしても続かないと思うんですね。で、僕の場合は、続けることができたっていうのはやっぱり最初に、行動して、そこで本当に自分ダメだとかもっとやんないとって本当に心から思ったんですね。で、その行動したことが先ほどのそのブログ記事小林陽吉さんの言葉にもあったと思うんですけど、行動こそっていうのは全ての出発点。で、出発してそこから情熱っていうのが生まれるわけじゃないですか。で、情熱が生まれたらそれをやればいいと思います。まあ、人によってはもしかしたら本当に英語に対して情熱生まれるかもしれないです。なんでじゃあ僕が、半年間フィリピン留学決意したかっていうと、1ヶ月間東南アジア一人旅したからですね。そこで英語話せなくて、外国人から話しかけられても、なんか、にやけて終わりみたいな、にやけるというか、なんか、笑ってごまかすみたいな、まあ、そういう自分が本当に嫌になったんですね。で、そこから、もう絶対になんか覚えてやるみたいな、っていう感じで行動したりとか、あとフィリピンに行ったことによって、そこで、自分海外でも生きていけるんだみたいな、一人でお金貯めて、まあ、正確に言うとお金親がちょっと借りたんですけど、また大体の、フィリピン留学費用って自分で貯めて、それで半年間海外一人で暮らせたみたいな、それって結構自分の自信になるじゃないですか。で、そういった自信が生まれたことによって、パーティー主催できたとか、まあ、そういった感じで、やっぱり最初行動しないとダメだと思うんですね。で、行動して情熱を探して、そこで情熱が生まれたらコミットしていきましょうっていう。まあ、これが、僕がお伝えしたいことです。で、以上が、伝えたかったことなんですけど、最後にちょっとおまけとして、自分が変われる話っていう、まあ、ちょっと熱い話みたいな感じになっちゃうんですけど、していこうと思います。